ロートアムゼーは、ドイツビュルテンベルク州シュベービッシュハル群に属す、マチソン。ロートアムゼーは、ホーエンド道へ平野の東に位置する。北は、ブラウフェルデン。東は、バイエルン州のローテンブルクオプデアタウバー。インジンゲン、ベトリンゲン及びシュネルドルフ。南は、バルハウゼンと、キルヒベルクアンデアヤクスと、そして西は、ゲイラブロンと境を接する。 超全体の名前となっているロートアムゼイ地区のほか、バイムバッハ、ブレットハイム、ハウゼンアムバッハ、ロイバッハの各地区がこの自治体に含まれる。1139年にロートは初めて文献上で言及されている。1333年から1345年頃にゼイバッハ川付近に死壁が築かれたことで、水がせき止められことになった。 この人造湖が村に完結明瞭な名前をもたらした。この湖は1757年に再び干拓されて消滅したが、名前はそのまま残った。1645年にアンスバッハ工領のローベンハウゼンアムトの首言となった。1806年から1810年までの短期間バイエルン領となったが、その後ビュルテンベルク領となった。 バーベンビュルテンベルク州の市町村再編に時代に、それまで独立した自治体であった4つの町村が、ロートアム勢に合併した。この町は、ブレッタ派、ヤクスト行政共同体に参加している。ムスドルフ地区で、毎年10月に開催されるミューズウィースは、12世紀から続く、法遠道へ地方で最も古く最も大きな定期市である。バイムバッハ地区では、 毎年8月後半にバルトロマイ市場が開催される。毎年7月の最終週末にムスドルフ地区の乗馬場近くで放炎牢へ乗馬イベントが開催される。ありがとうございます。